会津鉄道 AT-700 形気動車は、2010年に1両が製造された会津鉄道の気動車である。本校では2010年に2両が製造された同型で、トイレ付きの会津鉄道 AT-750 形気動車についても合わせて記載する。会津鉄道では、名古屋鉄道から購入した、キハ8500形による会津マウントエクスプレスを2002年3月から運行していたが、8500形の走行装置は特急用に設計されたもので、低速域での運転が多い会津鉄道では、変速球の温度上昇によるブルカン継ぎ手用ダンパーゴムの劣化が早期に進行した。このため、新型車両を投入して置き換えることとなり、それにあたって導入されたのが、本系列である。転換クロスシートが採用された AT-600 形、AT-650 型から、さらに内装がグレードアップされ、JR の特急列車並みの回転リクライニングシートを装備している。AT-701、AT-750 形の車内運転席新潟トランシス製の地方交通専用気動車 NDC をベースとする。車体の基本寸法は AT-500 形、AT-600 に準じ、乗務員室は左隅式で正面に貫通扉が設けられた。塗装は会津の伝統陶芸である漆塗りをイメージした深みのある赤となっている。ワンマン運転対応設備が設けられ、客用扉は幅 1000mm のものが運転室直後に1箇所。反対側の小窓1枚を挟んだ車端にもう1箇所、乗務員扉は運転席側にのみ設けられた。扉間には幅 1200mm の合わせ、強化ガラスを使用した固定窓6組が設置されたが、戸袋部に窓はなく、AT-750 型ではトイレのある側の窓が1組少なくなっている。車内は鬼怒川温泉駅で連絡する東武鉄道の特急列車並みの居住性を提供するため、和の空間を基調とした茶系の内装に、全席回転式、リクライニングシートとなり、11列が設けられた。客用扉直近の1列と、排気管脇の1列、トイレ出入り口前の2列は1人掛け、それ以外は通路を挟んで両側に2人掛けの座席が設置された。天井は平天井とされ、室内灯を2列配置するとともに冷房冷気をダクトから吹き出すようになっている。NF01DD 台車エンジンは、カミンズ製直列横形6気筒 N14R ディーゼルエンジンを1気搭載。動力は、TACN-33 から1603液体、変速機を介して台車に伝達される。前くらい、側台車は、同台車 NF01DD、後くらい側は、従台車 NF01DT で、いずれもボルスタレス空気バネ式である。制動装置は、電気指令式空気式のユニットブレーキが採用され、同台車には駐車ブレーキ兼用の保安ブレーキが設置された。多重電装による制御が採用され、小配線化が図られた。製造時保安装置として ATS-SN を装備していたが、AT-701 と AT-751 は2011年3月に、AT-752 は2012年3月に ATS-PS に交換されている。暖房装置はエンジン冷却水の排熱を利用した温風式である。冷房装置はR134a 冷媒を使用した能力 19.8kW 機関直結式のもの2機が搭載された。キハ8500形に代わって2010年5月30日から会津若松駅鬼怒川温泉駅間の快速会津マウントエクスプレスとして運用を開始した。土休日は JR 磐越西線北方駅まで乗り入れる。2012年3月17日からは、東武日光駅まで、運転区間が拡大された。AT-500 形、AT-600 型との並結運転が可能である。ありがとうございます。